待って、行きに、行きにこれ見たやつ手挙げて、マジで見てない、見てないよね、カマル君見てないよね、見てないよね。毎度恒例なんですけど、はい、僕、挨拶がないんで、このまま、はい、スタートさせていただきます。ちょっとね、初めての、コラボで、はいはい、ちょっといきなり心霊スポットで申し訳ないんですけど、自己紹介から。チャオス、はい、トマエです。そうそうです、ナゲタです。よろしくお願いします。お願いします。まあ、ナッパーズさんっていう、YouTuber なんですけど、はい、まあ、僕が、まあ、ブレイキングダウン4の時に、登録者がまだ8000人の時に、声をかけていただいて、でなかなかねちょっとタイミングが、はい、スケジュールが合わなくて、うん、なんとか、はい、ありがとうございます本当に。マジで嬉しかった。その間にも遥か遠いところに、ね、で今回なんですけど、初めてのコラボで心霊スポットはいなんですけど、大丈夫ですか？いや、正直怖いっすね。あ、結構でも行ってたんですか？僕は結構心霊スポット行ってたんですけど、神奈川県のね、某最強のハイトンネルに来ているので、はい、これは正直怖いですね。フィッシャーズさんも来てましたね。ここに来てましたね。はい、え、こういうとこどうですか？この世で一番ダメです。この企画参加させてもらって、それはやばいわ。この世で一番ダメですね。もう、なんか幽霊がダメなのか、その、雰囲気、心霊スポットがダメなのか。もう雰囲気もダメだし、はい、こういう存在とかも嫌だし。まあ、ちょっと、今回の企画なんですけど、はい。高齢術をやりたくて。高齢術、はい、高齢術っていうのは、まあ、あれですね、幽霊を呼ぶ、はい、はい、その儀式というか、はい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 、あるんですけど、鏡2枚と、ろうそくと、はい、あと、博多の塩。博多の塩、はい、一応買ってきました。森塩として。ああ、はいはいはい、なるほどなるほど。で、その恒例術をして、その幽霊たちと一緒に、晩酌をしようという会でございます。なるほどなるほど。よろしくお願いします。ありがとうございます。ガチで不謹慎。ちなみになんですけど、はい、ここは某事件があったりとか、はい、神隠しがあったりとか、はい、そういうものが多い場所です。はい、来るまでも霧やばかったですもんね。いや、やばかったですね。突然雨が。ずっと、ちょっとずつでいいですよ、それ。いやいやいや、ちょっとずつ進んでいきましょう。とりあえず、まあ、行きますか。はい、とりあえず行きましょう。はい。お願いします。お願いします。いや、ガチ怖え。いや、やばいっすね、マジ。いきなり、怖い。いきなり雨降ってきたんで。めっちゃ雰囲気あるな、そんなこと言わないでくださいよ、もう。ちょっと、ここら辺で。傘を置きますか。あ、乾いてるとこ、ここいいですか。なるほどなるほど。あ、そういう、こういう感じなんですね。はい、どうですか。まあ、意外となんか、落書きが。確かに。はい、そうですね。数々の不良がここに来て、落書きした跡が。はい。いや、これは怖い。怖いっす、マジで。先長いっすね。見えないじゃないですか、全く。なんか感じます？大丈夫ですか？いや、何も感じないです。逆に怖いしかないですね。でも、今年時代空気が変わった感じがするね。でもなんか涼しいっすね。涼しい。一回なんですけど、はい、電気消してみますか。一回消してみましょう。ガチでやってんすか。ガチで怖いんだけど。マジ消しますよ。何秒？ 10 秒ぐらい。10秒で、まず10秒。10秒消しますよ。はい。え、いなくなるわけ。あ、じゃあ、あ、それ、そういうのはマジ危ないんだ。ゾンビとかじゃないっすよ。あ、違う違う。マジで、そういうのはやめましょう。発狂しますよ、僕。はい、じゃあ、はい、消しますよ。あ、脅かすのもやめましょう。あ、俺もビビってるんで。マジで行きますよ。3、2、1。うわぁ、やばいな。やべえな。怖えな。マジでやべえ。確かに、なんか、怖いっすね。マジやばいっす。寒気がする。あ、でもなんか霧出てきたっすよね。ほんとだ、ほんとだ。すごい、霧かかってきた。え、霧。え、なんかいきなり濃くなったっす。これはちょっと怖いっすね。これ、このなんだ、え、大輔さんの好きな生っていう。生ね。あ、全然大丈夫ですよ。あ、下ネタ気にしたらこれさんで。ああ、いやいや、はいはい、全然こっちの方ね。生、そっちの生っすよ。お、意外と長いっすね、やっぱ。長いっすね、めっちゃ長い。どこで置かんだろう。全然届かないですよ、ライト。もうすごいですね、怖いって言ってるようには結構堂々と。ああ、いや、なんか楽しいっすよね、ここまで来ると。いや、楽しいっすか。え、めっちゃ楽しいっすよ。マジっすか。ちなみになんか演技とかじゃないっすよ、本当に。マジで怖いっす、ちなみに。翼がしてたんです。ああ。ち
ちなみに心霊スポットに前に来た時の話なんですけど、はい、あの僕とあとまあ撮影できたんですよ、はい、で結局その動画使わなかったんですけど20センチぐらいの高さからスマホを落としてスマホ壊れてで、近くにあるコンビニで買い物して帰ろうと思ったら、はい、あのこう石垣みたいなこう低いところが全然いけると思って突っ込んだら意外となんかこう高くて車のガードレールにバーンっていってフロントコンパンぶっ壊れたんですよ。でその次の日にバッテリー上がるっていうめちゃくちゃいろんな出来事が起きたんでガチで呪われる可能性あるんだなって。いややっぱ帰りがやっぱ怖いですよ。帰りが危ないと思う。もう一回確認ですけど、ドッキリとかではないですよね、さすがに。まあ、全然、違いますよね、はい、我々、何も考えてない本当に本当によかった本当かなポケモンカード押してるポケモンカード押してたポケモンカードこれ銀河だったら、いよいよやべえ。しかも結構古そうな感じがあるな、これデオキシスとか違う、私、すごい、まあ、僕知らないよねフィッシャーさんは何やったの動画で。スノーだっけ。スノーだかなんかそんなのやってますね。あ、反応するかしないかみたいな、はい、この辺が半分ぐらいなんだよ。この辺ですか。さあ急に風強くなりましたね。あ、今も風やばい。そうですね、急にね。結構やばいですよここの心霊スポットって、うん、でもはい、まずここに見てください。ちょっと聞こえたっすよ。音が起こる。一回静かにしてみる。いやマジで今聞こえた。え、じゃあ聞こえなかった。俺は何も聞こえなかった。マジで聞こえます。え、マジか。冗談で聞いてみますか。マジで聞こえたよね。マジですか。俺も本気ですか。本気ですか。本気で男の声ですよ。なんかあ、みたいな。嘘でしょ。でも一応やってください。めっちゃ撮れたときからね。マジでやってください。めっちゃ撮れたときから。これやっていきますか。よし。そうですね、今回準備したものはドンキホーテで買った鏡です。やばい。1枚980円です。なんかちょっとおしゃれ。あとろうそく。はいはいはい、はい、ちょっともっと太めのろうそく欲しかったんですけど、これしかなかったんですよ。なんか200本入ってるんです。まあ200本も多分使わないと思うんですけど、これで多分まあ恒例でできると思うんですけど、できます。この鏡と鏡の間にろうそくを立てて、はいはいはい、鏡に幽霊が映るっていう霊界なんですよ。うん、鏡と鏡合わせ鏡なんで、はいはいはい、霊界なんで、ここ鏡に幽霊が映るっていう、ただ恒例術をするだけじゃなくて、はいはい、今回は来ていただいた幽霊の方とみんなで、はい、晩酌ということで。ああ、めっちゃ買ってる。エビスビール。エビス、はい、はい。紹介しないとね。ビールの。じゃあちょっと、はい。ああ、すいません。はい。いただきます。あ、口元が寂しいので、はい。ああ、はいはいはい。大丈夫大丈夫。買ってきました。好きです。あとビーフジャーキーも。ああ、いいですね。鏡の上に立つよ。ああ、いやいや。これだけだと幽霊に取り憑かれてしまう可能性がある。はいはい。ちゃんと対策もしてあります。あ、そこはちゃんと。あ、なるほどなるほど。はい。で最後ですけど、お皿買ってきました。そして、はい、なんと博多の塩塩という、はい、いやこれしかなかった。いやでも僕個人的にはこんだけあった方が安心します。ああでもなんとそれだけじゃないです。もう一個。じゃ博多じゃないし、ナルトって書いてある。情熱価格ガーナーですね、それは。そうです。いいですね。徳島や徳島。はい。わかりました。まあ、多分こんな企画やってるのは最近 YouTuber 見ないっすよ。いや、ないっすね。ないっすね。本当に見なくなったっすよ。心霊スポットに来ないですもんね、まず。はじめ社長とか、はい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 、いろんな、 なんか心霊企画やったじゃないですか。はい、なんか闇鍋とか、はいはいはい。そういうことをそもそもやらないみたいな、最近の YouTuber。確かに確かに確かに。あの体張る YouTuber 減りましたよね、本当に。そうっすね。だから、そうっすね。うん、大丈夫です。今、足音みたいな聞こえたっすよ、絶対。思った。なんか聞こえたんですよ。やめましょう。やめましょう。ガチ取れた。ガチでやめましょう。パンです。あれなんだと思った。じゃあ、はい。はい、じゃあ、乾杯しますか。乾杯しましょう。乾杯しましょう。はい、じゃあ、皆さん、おいでください。せーの。おいでください。Yeah.
やるガチうめえ。そうかそうか、幽霊さんの方なかった。そういう時ぶち切りますよね。これ鏡の中とかぜひ。あ、ちなみにいいですか、見てもらって。はい、どんなもんか。え、見なきゃダメですかね、これ。あ、見た方がいいっすよ。例えばこうなんか足今見えるじゃないですか、はい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 、あの彼らの足があるじゃないですか、はいはいはい、でそれが例えばもうさらに誰の足かわからない足が映ってたりとか。あ、なるほど。とかあるんですよ、ほんとに。はいはいはい、いいですか。あ、ほんま大丈夫ですね。そういう人行ってみすぎ、なんか見ます。え、何も映ってないんだけど。え、逆に、え、何も映ってないんですけど。何が。あ、映ってる。あ、びっくりした。こんなもん。あ、あれこのほどに。でもなんかさっきからやっぱ結構声が聞こえますね。ギャーって言うのが聞こえる。聞こえます。本当ですか。うん、聞こえた。で爆発音。あ、それは聞こえた。あと足跡は聞こえた。俺今こんな声でしょ。今聞こえた。うおーって。じゃあ一回静かにします。マジで聞こえた。この笑い声じゃ完全に。え、聞こえたでしょ。聞こえたでしょ。聞こえたよ。聞こえましたね。なんか。で今も聞こえてる。でもそれが笑い声なのか。え、待って、やばい。ライト後ろ。嘘でしょ。ちょ、じゃんけん負け出して見に行きますよ。いや、ちょっと待って、待って待って。え、でも聞こえたっすよ。怖い話をしたいんですけど、はいはい、あんた、体験談ないですか。怖い話ですか。はい。持ってるやつ、持ってるやつ、自分の。それを口に発することすら嫌なんですけど、僕の地元ってホニャララ団地っていう有名な団地があるんですけど、そこで年一でお祭りが開かれるんですよ。で屋台とかすごい出てて、でその地元の、まあ、それこそ先輩だったりとか、その地元の人たちだったりとか結構集まる結構大きいお祭りなんですけど、僕が高校1年生ぐらいの時かな、何々神社っていう結構普通の神社なんですけど、そこに肝試し行こうってなって結構な大勢で行ったんですよね、うん、十何人とか、うん、まあさすがにそんだけ行ったら、はい、まあ怖さもちょっと紛れるじゃないですか、はい、でどん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 行こうって集まってきて結局20人ぐらいになったんですよ、はいはい、結構な行列で、はいはい、もう怖さとかなかったんですよね、はい、もう仲間内いっぱいいてみたいな感じで、僕も、まあ、結構ギリギリ行けたみたいな感じなんですけど、はいはい、なんかとある一人か二人ぐらいの男が、はい、なんか後ろからこういきなり走ってきて、首から上見えたっていきなり言ってきて、ね、はみたいな、要は、ね、はい、首ら辺から、はい、まあ多分頭まで見えてたんでしょうね、はい、顔が見えたね、顔が見えたね、うん、いやそんな嘘だろみたいな、はい、しかも後ろから来たんですよ、なんかいきなり走ってきて、なんかノリだろうなってな感じで思ってて、はい、で、まあ、別に何もなかったねって言って、最後その団地のところに戻ってきた時に川があるんですよね、そこをファッて見た瞬間に首から下だけが映ってる白い服を着た人がこうやってたんですよ、なんか川のところで、はいはい、って思って俺バーって走ってきて、はい、でそこから別に何があったわけでもないんですけど、はい、なんか後日聞いたらそこで人が死んだっていう話を聞いたのがあるっていうのがちょっと僕のゾッとした話。ガチじゃないですか。あります、なんか怖い話。あ、全然やります。俺の高校の友達の話なんですけど、はい、その人の家庭が、お父さんとお母さんと兄貴とそいつの4人家族だったんですよね、はい、その日お母さんとお父さんが旅行に行ったんですよ、うん、旅行に行っててその日両親はいなかったんですよね、はいはいはい、で、兄貴は仕事だったんですよ、で仕事で、結構まあ夜中まで残業してて、うん、夜遅かったんですけど、俺の友達は一人でこう自分の家でこうテレビ見てリビングで待ってたらしいんですよね、はいはい、そしたら普通にもう10時半とか11時とかそれぐらいの時間なんですけど、でテレビ見てて、でこう部屋のリビングの配置としてはテレビがあって、あのテーブルがあって、そのテーブルの後ろにこうソファーがあるみたいな感じなんですよね、はい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 、でそのソファーの上にはあの
なんか掛け布団みたいな毛布っていうのが、ああ毛布ですね、があって置いてあったんですね。テレビを見てたら兄貴がこう、はい、ただいまって言って帰ってきたんですね、はいはいはい、でリビングにこう入ってきて、うん、ああ今日も疲れた言って、そのままソファーにこう流れるようにこう、はいはい、バタッて倒れて、はい、で毛布を顔までかぶったんです。そこらの友達はああ今日も疲れてるな、うん、まあ、こんな時もあるよなみたいな、まあ、普通にでまたテレビ見てたんです。そしたら10分後にまたただいまって兄貴が帰ってきたんです。あれってなって後ろのソファーを見たんです。そしたら誰もいない。あれってさっき10分前帰ってきたよねって言ったら、何言ってんの今帰ってきたんだ、いやいやいやおかしいでしょみたいな。で本当に今帰ってきたらしくて、後々そういう話を、こうなんかそういう詳しい霊感ある人に聞いたら、早く家に帰りたいっていう気持ち、うん、兄の、あの残業でずっと夜遅くだったんで、もう早く家に帰りたいというその生き霊っていうんですかね、はいはい、その魂が本当に乗って先に家に帰ってきたっていう話です、はい、だから分かります、その気持ちが本当に強すぎて本当に早く帰ってきたっていう話ですね。やばいっすね、これ怖いじゃないですか、はい、さっきから後ろから本当に叫び声がめっちゃ聞こえてくるのが怖すぎて。ああ、今も聞こえたっすか。聞こえたっす。それ怖すぎてもうなんかどっちの声を聞けばいいか分かんないみたいな。なんかいますよね後ろ絶対。ちょっとつまみより先にこっちまで。ああ。そうですね。ちょっと少しさすがに盛りますか。なんかこう。効果長い。はい。森塩なんか森塩ってあるじゃないですか。はいはい、本当に幽霊出るところって森塩が焦げる。塩だ。うん、ああ。でどういう風に使うんですか。塩って使うことないですけど。あ、もうなんか適当に体にあかけないと多分やばいです。ちょっと行きのところにあった公衆トイレのところにちょっと寄ってみようかと。寄る、はい、あそこに、はい、まああと片付けてから、はい、行きましょう。近いから続けましょうか。はい、はい、気になりました。雨さっきは強かったりして、逆に雨が強い可能性あるんですよ。風強い、多分入り口らへんですよね。さっき声聞こえたかどうかって。なかったですよね。100% なかったです。いや絶対なかったよ。俺見てないんでわかんない。ええ、ちょっと待って、誰かちょっと待ってね。待って、行きにこれ見たやつ。手挙げてマジで。見てないよね。カマル君見てないよね。見てないよね。だって新しくない？新しいです。めっちゃ新しいです。誰かやっとすかマジで。こっち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 やってます。こっちやってます。行き普通に僕左歩いてたんですよ。僕って気づかなかったんですよ。僕左歩いてたの。あ、そっち側歩いたっすよね。こっち歩いてたんですよ。でも映ってないですよ、絶対撮ってるじゃないですか、うん、絶対おかしい、なかった。めっちゃ正しいっすよ。いや、マジでめちゃめちゃ正しい。え、ここにどうしようか。だって今置いたような感じっすもんね。だってこれ、いや、今置いてる、これね、本当に今置いてる。さあ、はい、終わりました。終わりました。いやー、めちゃめちゃ楽しかったですね。ちょっと終盤楽しくなかったんですけど、もうなんか急にちょっとやばかったっすよね、本当に。ちょっと僕はちょっとマジで怖いです今。そう、なんかね、だから最後の何あれ、俺誰かやったっすかマジで。いや、マジでやってない。やってないです。やれるわけないじゃないですか。だって僕が最後にマジで確認します。はい、はい、最初行きにあれ見ました、花束。ガチ見てないです。見てないっすね。僕左歩いてたんで。見てないっすよね。カマル君も見てないっすよね。見てないっす。
でも花自体は結構新しかったっすよね。最新でしたね。花はマジでね。やれるとしたら。いや、もう持ってなかったやん。動画見りゃ分かるよ。持ってないし、ね、買ってもない。買ってもないですよ。ですよね。コンビニでも買ってないし、コンビニ売ってないじゃん、あの花は多分まず。売ってないですね。確かに。でも何が怖かったって、やっぱ新しくて、でしかもゴムもついてます。あの、輪ゴム、はい。普通前から置いてあるんだったら、はい、枯れてたり、はい、するじゃないですか。しかもあの風で崩れてないんだよ、はい、肩が吹っ飛ぶぐらい風強かったのに霧に置いてあったからね。あのえぐいっていうか何か怖い。だから誰かが途中で置きに来たってことですか。誰かが途中で置きに来たしかないっすよ、ね、だとしたら電気つけずに静かに来て置いてるってことですよ。こんなとこ誰か来るんですか。絶対来ないっすよ。逆にあっち側からしても怖いじゃないですか。怖いっす。なんかヤバいやつがいるみたいな。皆さんこれ本当にやらせとかじゃなくて本当にガチで起きてることなんで、何だったんだろう。まあそうですね、まあ本当に楽しかったですね。なんかちょっと締め方が分かんないけど。でまあちょっと今日は、はい、遅くまで本当にありがとうございます。いやいやいや、こちらこそありがとうございます。じゃあナッパーズさんの方で、はい、恒例のなんていう企画なんですか。あれは知らない人に歌を仕掛けるシリーズですね。知らない人に歌を仕掛けるシリーズ、仕掛けるシリーズを、はい、僕が、一緒にやりましたので、はい、まあ、ちょっといろんな、ね、ことがあったんですけど、はいはい、すごい楽しかったんで、で概要欄にあの動画載せておくんで、皆さんぜひチェックしてください、はい、じゃあ帰りますか。帰りましょう、帰りましょう、はい、事故ないように。いや本当、本当そうです。安全運転でちょっと本当に帰りましょう、はい、後ろの公衆トイレいいんですか。触んない方がいいと思う。このまま帰りますか、はい、絶対やばいっていうのは俺でも分かります、はい、じゃあ皆さんさよなら。さよなら。さよなら。何だったんだろうな。あれ何だったんですかね、はい。